Hey guys, Cell here, welcome back to my Don March Memorial Freeze, Familia Chronicle Episode Freya, Part 1. Let's go, Beauty Goddess. 装備はしっかりね。Freya.私のオーズはどこにいるのかしら？また始まってしまった。ねえ、オッタル？なりません。まだ何も言ってないわ。いけません。また運命を探しに行くとそうおっしゃるのでしょう。フレイヤ様はまれに発作を起こす。オーズ、己の隣に立つふさわしいものを求めてふらりと旅に出て行こうとする。危機感など持ち合わせず、大概が騒動を伴って。フレイヤ様のオーズ探しとは、彼女に振り回される俺たち眷属の後始末の歴史と同義だ。オッタル、いつから私にそんな口の聞き方ができるようになったの？常ならば間違ってもいたしません。ですが、これはフレイヤ様を思いしてのこと。御身のためならば還元辞さぬのも我々の務めです。オッタルは私のそばにいるのに、私の思いを分かってくれないのね。どうかご不満をお鎮めください。それ以外のことであれば、自分たちが命に代えても。鳥かごに閉じ込めようとしている。天界で私を囲おうとした愚かな神々と同じ。下がってちょうだい。Inside Freya Familia's home at the conference room. Ottaru, what's the matter? The 緊急招集なんていつ以来だ？イビリスとの全面戦争以来か。ならば、今回もそれ相応の戦場と見た。獲物を手入れしておくか。つまり、今より始まるわ。オラリオに黄昏を告げる終焉の角笛、その前触れ。ファミリアにまつわる世紀の対戦がこれより。右腕がうずく。無理に喋ろうとするな、ヘグミ。招集をかけた理由は他でもない。フレイヤ様が発作を迎えた。またか。であるならば、我々の招集の理由も納得いく。前は危うくロキファミリアとの交渉直前まで行ったからな。ああ、ナインヘルを殺してしまうところだった。いや、ロキファミリア以外の妖精たちからも怒りを買って返り討ちに会いかけなかったか。黙れよ、アルフリーク。前から言ってんだろ、そもそもあの方を自由にしすぎだと。少しは主神らしく居座らせろ。檻に閉じ込めてでもな。口を慎め、薄汚い猫。貴様ごときがあの方の自由を汚すな。てめえらこそつけ上がるな。群れねえと何もできねえ小人風情が。
今こそ万有を超えた我が忠義を示すとき、この思いは何人にも負けず、無論貴様らチリアクタにも。だから喋るな、ヘグニ。貴様らが見苦しいいさかいを起こしても何も解決はしない。時間の無駄だ。早急に手を打たなければ。我が悪夢の唇もそう言おうと思ってた。フレイヤ様を押しとどめるのは今回も不可能だ。むしろ自由を奪うだけ後の反動が強まる。最良なのはやはり影から護衛すること。なら俺がつく。俺はあの方の戦車だ。誰だ、笑ったクソは。猫が戦車とは少子。おい、話が進まないからやめろ、ドバリン。戦車ではなく好きでも引いて畑を耕していろ、家畜め。話聞けよ、ベーリング。あの方に喉をコショコショされて万年発情しているドインラン猫が。いや、寄せって言ってるだろ、グレール。これだから腐れ畜生は。だからやめろって。やはり俺がつくのが適任だ。ああ。いい加減にしやがれ、イノシシ。でかい顔をしてあの方の隣に陣取りやがって。っていうか、その図体でどうやって隠れる気だ、脳筋。暑苦しいんだよ、脳筋。恥を知れ、脳筋。冗談はその体だけにしろ、脳筋。脳筋。お前は本当に残念なやつだな、ヘグニ。あとおったら。脳筋。This is one interesting familiar, alright?A total of anger points went up by 30,000 as the family members complained it went beyond his limit of patience. こいつらを黙らせるに必要なのは己の拳のみ。暗黒の時代を覆す進化にいるわね。俺はあの方の。He's the first one to call him out. So I'm assuming the two I know nothing about are gonna fight together. 私も戦う。蹴散らしてやりなさい。I'm assuming so, since the brothers are obviously fighting as one. Yes, they would. お手伝いします。I have no clue who these two are at all. ダメだ。And if they've ever shown up in the story before, which I'm pretty sure they haven't, I don't remember at all. フレイヤ様が置き手紙を残して出て行かれました。Oh, geez. ダメだ、この人たち。Oh, hey, she has the perfect, haircut. The one that covers her eyes, you know, that's all in the, special... Off-brand animes. さあ、私のオーズはどこにいるのかしら。Familiar Chronicle Episode Freya, Part 1. Eh, this might be longer than I thought. やりましたね。I'm down. For this to be a two-parter. I'm assuming. The goddess is something. S
砂漠を船で行くなんて神聖を通り越して珍妙ね。けれどこれは確かに私の知らなかった下界の景色。南東へ足を運んでみて正解だったかしら。砂漠の船旅はお気に召していただけていますかな、フレイヤ様。刺激的ではあるわ。少なくともオラリオ以外でこんな船に巡り合えるなんて思っていなかったもの。それは上場ですぞ。このボフマン・ファズール、商人の端くれとしていくらでも女神様の力になる所存ゆえ、なんなりとお申し付けください、デュフフ。ギルド長を抱え込み迷宮都市を出るのは簡単だった。 Oh jeez, what did you do to get into it? I agree. 気の向くまま子供たちの言葉にいざなわれ、大勢探しは南東へ。この男ボフマンと出会ったのはここカイオス砂漠を目前に足を探すため立ち寄った酒場だった。商人たちの寝踏みする視線、そして私が身分を明かすなり、彼らの下心が丸見えの言動が酒場にあふれかえった。そんな中でも最も迅速に船を手配すると言い放つボフマンの言葉に乗ることにした。ボフマン、私は退屈を殺すためにここへ来て才能を見込んであなたを選んだ。引き受けたというのなら神の自我を満たしてちょうだいね。もちろんですぞ、フレイヤ様。この砂漠切手の豪商ボフマンにお任せあれ。ひとまず子供たちが集まるところへ行きたいわ。勝手に承知ですぞ、ドゥフフ。あの笑い方はいただけないけれど、商人としては有能であることは確かね。ドゥフフ、まさかオラリオの最大派閥フレイヤファミリアの主神と出会えるとは。当てのない旅というが、コネクションができることを思えば案内の費用など安いものだ。神フレイヤの人脈を得た暁には、我がファズール紹介は一気にのし上がるのですぞ。Yeah, he's annoying. そういえば、なんでしょうか、フレイヤ様。この船はアルテナが作ったものだったかしら。さようでございます。その名もデザートシップ。近年かの国よりこのカイオス砂漠へ売り込まれるようになった品でございまして。船の動力は、いくつも砂丘を越えておいて、まさか風だけというわけではないでしょう。魔力によるものですぞ。船底に配備された30以上もの奴隷が絶えず供給することで、この船は推進力を得ております。奴隷ね。ボフマンの紹介も品として扱っているの？私どもというより、カイオス砂漠圏全体がといった方が正しいですぞ。フレイヤ様が居城を構えるオラリオとは異なり、この大地は不毛かつ過酷な砂の世界。よって奴隷制度が認められているのです。神ながら非人道的というつもりはないけれど、
邪法を嫌うオラリオとはやはり文化も体型も違うわね。デューフッ、私どもからすれば冒険者の都を歌っておきながら奴隷の売買が行われていないオラリオの方が特殊ですぞ。ともあれ、この砂漠の船を所持している紹介は数えるほどしかありません。フレイヤ様の旅に快適を約束するのはまさに我がファズール紹介がうってつけだったというわけですぞ。オタール、 can you kill this guy? うちのボスゴリゴリに売り込む。手を揉みすぎて指紋が消えるんじゃないかな、ボフマン様。こちらで用意させていただいたその衣装も実に似合っておりますぞ。フレイヤ様、私は少なくない旅費を捻出している身。No. It'll never happen. あなた様の旅の目的が叶ったその暁にはぜひご寵愛を賜りたいものですぞ。音が聞こえるわね。は？あまり歓迎したくない音が。なあ！あれはサンドワーム！しかも、でかい！押し潰される！船を転身させろ！急げ！必要ないわ。は？残念だけれど。は？もう追いつかれちゃったみたい。あれは最強の派閥フレイヤファミリア。エッチな目でフレイヤ様を見てたことがバレたら、yeah. 今後の自分はあの恐ろしい眷属に。何をしているの、ボフマン。早く船を進めなさい。ようやく追いついたか。行くぞ、女神を護衛する。私も戦う。 The same worm actually is a new enemy. I figured it was just gonna be a one-time thing. No, no, it's actually here.And my question is, did they run all the way here? 出たな。行くよ。行くぞ。I'm assuming they did, right? So I don't really think the boat would move that fast. I've only ever seen one show that had boats on sand before. 暗黒の時代を覆す光に。It's still interesting to this day to see that. Kaios is an arid region located to the southwest of the center of the continent. With so many countries, the Grand Sand Sea has split into east and west by the Grand Vira River running through it. Okay, really? That had less text than the last one and it went slower. Frey and her party were headed towards the west of Kaios, the central area of the western desert.港に着いたようだけど、ボフマン、この町は？はは、リオードの町と言います。イスラファンという国に属する、いわば商人の町ですな。
イスラファン自体商業が盛んな国でして、中でもこの町はオアシスを中心に栄えていますぞ。町の規模こそ大きいと呼べるものではないですが、交易の要所といっても過言ではありません。港が充実しているのもそれが理由？その通りですぞ。周囲の物流、各国の動向も伺いやすく、重要な拠点の一つといったところでしょうか。この町ならばフレイヤ様の探し物も見つかるのでは。遭遇こうした次第ですぞ。オッタルたちはすでにこの町に潜り込んでいるでしょうね。そして姿を見せないということは、私の好きなようにしていいということね。はい、何か言われましたか、フレイヤ様？何でもないわ、行きましょう。へえ、商人の町とはよく言ったものね。迷宮都市でもここまで盛況なバザールはない。オアシスも見事なもの。人も物も流れが活発。見ていて飽きないわ。そうでございましょう、そうでございましょう。気に入られたのなら私めも鼻が高いですぞ。けれど、空気はひりついているわね。ご覧の通り、この町には多くの人と物が集まります。異国の品はもとより、奴隷も。 Key, I wonder what kind of slaves you're talking about. ボフマン、あの奴隷たちは？奴隷商が仕入れたのでしょう。この町には奴隷市場もありますゆえ。随分と数が多いようだけど、あんな風に頻繁に人狩りが行われているわけ？いいえ、滅相もありません。間違ってもこの周辺一帯の秩序が失われているわけではないのですぞ。ただ、この西カイオスでは、ただいま戦争が起きておりまして。戦争ね。ええ、イスラファンの北に位置するシャルザードという王国に東のワルサという国が攻め込んだのです。近年ワルサが強大な傭兵系のファミリアを軍部に引き入れたという噂がありまして、そして隣国であるシャルザードに一方的に開戦を言い渡し、そのままシャルザードは敗北して。はい、ワルサの軍勢にまるで歯が立たず、王都は陥落、国内も蹂躙されたって。ふん、つまり国が荒れている。町の空気がどこか物々しかったのも、それが理由だったのね。ご安心を。シャルザードの王都は確かに落ちましたが、軍は逃げ延びた王子を擁して今も各地で交戦を続けていますぞ。ワルサも対応に手一杯でしょうし、こちらに飛び火することはまずないでしょう。けれど、ワルサの兵は今もシャルザード国内、村や町を荒らしている。そういうこと？はい、逃れた難民が奴隷に落ちる、この砂漠世界ではよくあることですぞ。なんてつまらない光景。奴隷に落ちたこの魂はことごとく灰の色に汚れている。いっそ不快と言える息。こんな場所にオーズがいるとは思えない。
slow. This one hasn't lost their, will to fight. あの輝きは…私から視線を断ち切った。魅了するつもりはなかったとはいえ、私に抗った。うつむくその顔は苦境に歪んでいてなお凛々しい。険しくも鋭い瞳は未だ死んでいない。その眼差しはまるで至福して時を待つ虎。何をしている奴隷ども、さっさと進め。ボフマン、行くわよ。は、あ、どちらでございますか。あちらの奴隷市場に連れて行ってちょうだい。 And this is where she's gonna buy her slave. Well, the one she's searching for. Slaves the market. 右手にはオアシス、そして左手には奴隷の園。いい趣味をしているわね。本当に見事に美醜が同居している。これが砂漠世界の一般的な光景といいますか、オラリオとは異なる文化といいますか。ヘスティアかアルテミス、あとはアストリアが見たら真っ先に顔をしかめそうね。ま、アルテミスあたりは暴れ回って望む者を片っ端から救い出すだろうけれど。 Yeah, she would have. これはこれは、女神様、ようこそ奴隷市場へ。私、こちらの顔役を務めておりますロッゾと申します。イエイ、ロッゾ。こちらはかのオラリオで雷鳴とどろかすフレイヤ様であられるぞ。粗相があったら許さんからな。なんだボーフマン、私の紹介との競争に負けたお前が、まるで極東で言う虎の意を狩るタヌキではないか。ああ、あれはキツネだったかな。な、島の館を変えもしない弱小紹介のくせに、我々の席にまだ未練でもあるのか。ん、くー、紹介してんの最弱のくせに。もういいかしら。ここに連れてこられた奴隷の中で気になる子がいたのだけれど、見せてもらえる？もちろんでございます。おい、並べろ。ひどい色ね。誇りを失い、尊厳を踏みにじられ、魂がすべて濁っている。息が詰まりそう。こちらがご要望の商品でございます。仕入れたばかりですので、何も押し付けは施していませんが。There she is. あなた、名前は？アリー。そう、アリーというのね。ねえ、買うものを決めたわ。
おお、まことでございますか。それではどちらの品に。すべて。Oh? She's buying all of them, huh? 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 I mean, I wouldn't doubt she has the money for it. あなたが抱えている商品の在庫、そしてこのバザールにいる子たちすべてをもらう。このよどんだ景色は不快なの。狭い町だから余計に目につく。だから奴隷は邪魔。私がいなくなった後、いくらでも商売を続ければいい。ただし私がいる間は不快なものを見せないでちょうだい。どうした？お言葉ですが、私どもの商品はそれなりに値が張るものです。それをすべてこのバザールのすべての奴隷をお買い上げいただくとなると。私は誰？フレイヤ様です。私のファミリアは？フレイヤファミリアです。私たちの名は？最も美しく最も強い、この世の富と名誉を手中に収める女神の眷属です。すべてもらっていくわね。ボフマン、あの子たちの戒めを解いて。あんなアクセサリー私の子にはいらないわ。かしこまりました。しかしフレイヤ様、お言葉ですが、代金は立て替えておいて、後でファミリアの証文を渡すわ。それとあの子たちを運ぶ準備をして。運ぶ？どちらへ連れて行くおつもりですか？申し訳ありませんが、私の館だけではこれだけの奴隷を入れることは。あの屋敷も買う？Of course she would. I do wonder how much all of that would cost. Captured. 何をしているの？料理も酒も全て振る舞ってちょうだい。ボフマン様、人手が全く足りません。ビー、他の紹介の人間にも声をかけるのだ。金は払うと言って引っ張ってくるのですぞ。財の真の用途とは、満たすことではなく恵むことにある。どこかの子供の言葉だったかしら。私が言ったらロキに鼻で笑われそうね。フレイヤ様、どうぞ召し上がってください。あら、ありがとう。お酒もお継ぎさせてください。お加減はいかがですか？ハーレム。 I didn't know there was a cackle among them. 逆ハーなのですぞ。あれでもぬるいとか言いそうなのですぞ。Why not both? 絶対的なカリスマに奴隷たちが心酔しきっている。あれが美の神。フレイヤ様、助けてくれてありがとうございます。
あなたたち、名前は？ヨナと言います。ハーラです。そう、いい名前ね。ヨナとハーラ、礼はいらないわ。私は自分のためにあなたたちを解放しただけだから。でも、あの、フレイヤ様、お願いがあります。なーに、言ってみなさい。僕らをフレイヤ様のファミリアに入れてください。私たち、フレイヤ様のために働きます。ダメよ、あなたたちはまずボフマンのところで世話になりなさい。ファ？あなたたちの光はまだ未熟とも呼べないほどの種のまま。私は美しい羽が好き、輝かしい宝石が愛おしい。だからこの砂漠の地で経験を積みなさい。そこから成長して花が開き、私の目にかなったのなら、その時は眷属に迎え入れてあげるわ。はい。フレイヤ様、どうか私も。このナセル目もあなた様の眷属の末席に名を連ねさせてください。一生ついてる末席に、ぜひ。ボフマン、この子たちの中で望む者は紹介で雇いなさい。私への忠誠が本物なら、のし上がろうとして大成するはず。私がオラリオに帰った後はこの館をあげるから、自由に。ちょっと聞いているの？ He's probably in shock. はい、フレイヤ様。神の気まぐれに、いや、フレイヤ様の旅伴を務めることがこれほどの重労働とは。理不尽や無茶ぶりは当たり前、普通に考えて不可能なことでもやりなさいの一言で命じられる。死んでしまうのですぞ。いや、だがしかし、これも輝かしい将来と無夫婦なご褒美のため。フレイヤ様、紹介はもとより、この私も惜しみない献身を尽くしていますので、あなた様の念願かなった暁には自分への褒美も取らせていただけると幸せですぞ。Did you forget her familiar is here? Watching your every move?何をしてる、豚が。虚勢されたいのか、豚が。眼球をくり抜くぞ、豚が。クソ豚が。クソ豚が。うわー、ちょ、何、あっ、やべ、腕、そっちに曲がらな、ずっと、ちょ、どー。あら、いたの。アサシンの類がいないか、屋敷中をくまなく調べていました。くだらぬ下心を抱く豚に、フレイヤ様のおそばにいる資格なし。しばらくお時間をください。痛めつけます。使い物になるようとどめなくてはダメよ。ここでは必要な目と足なのだから。心得ております。She said eyes and legs, which means you can break his arms. As long as his eyes and legs work fine, break everything else. 子供たちを引き取った後始末はこれで終わり。少しは落ち着いたかしら。あら、来たわね。この度は助けていただいて。ご慈悲を恵んでいただきありがとうございます。アリー、体の調子はどう？女神様のおかげで随分と良くなりました。
なら今夜私の部屋に来なさい。ナイコー、少し派手な買い物をしてしまったけど、本命はあなたなの。だから逃がさない。私の眷属が今も屋敷中を見張っている。だから変な真似をしても無駄。夜が来るまでに身を清めておきなさい。私の寝室に足を運ぶにふさわしいあなたの美しい姿を見せてちょうだい。You know, I'm more invested in her relationship with Ally because it's girl-on-girl action, alright. So I'm assuming this is called Daughter and Parent, so it might not be what I'm hoping it is. Ally が来るまでそろそろかしら。それにしても、ボフマン、大丈夫なの？は、はい、大丈夫ですぞ。ボフマンは女神様に無礼な真似なんてしない、ゴミクズも同然の豚野郎ですぞ。調教されすぎたみたいね。失礼します。Oh my.ようこそ、アリー。美しくなったわね。見違えたわ。いえ。それとも今まではわざと目立たないように自分の体を汚していたのかしら？そんな張り詰めた顔しないで。私がそう思っただけだから。私に何のご用でしょうか？アリー、あなたは現状を嘆いていない？あるいは恨んでいないかしら？あなたを奴隷に落としたシャルザードと悪さの戦争、どう思ってる？気になることがあるの。私の質問に答えてくれない？貴様、フレイヤ様の御前ですぞ。そのような無礼を。陥落したシャルザードの王都は今も悲鳴が絶えないそうね。王族は多くが始末され、生き残りはわずか。今シャルザードの民は何を思っているのかしら。ボフマン、敵国から逃れたというシャルザードの王子について知っていることを聞かせて。は？ああ、いえ、承知いたしましたぞ。王子の名はアラム・ラザ・シャルザード。王都陥落の際に処刑されたシャルザード王の第一子にして唯一の男児であり、絶世の美男子と聞いております。年齢は確か16。年が近い妹あるいは姉はいる？お？いえ、自分の記憶が正しければおられないはずです。シャルザード王は子宝に恵まれなかったらしく、王子は王家の期待と責務をその双肩に担っていると。アリー、あなたって男装が似合いそうね。身なりを整えれば、そうね、きっと一国の王子のようにも見えるに違いない。Yeah, I'm pretty sure Ally could. まさか Ally、 あなたは私の前で
拝礼を止めたわね。あれは奴隷は愚か、砂漠の民も知ることのない神への拝礼。違う。そして今、私が問い詰めようとするや否や黙秘の構えを取った。これは私との接し方をよく知っている者の対応。どういうことですか。神は子供たちの嘘をすべて見抜く。そんな神の尋問に対する有効な手段、それは沈黙よ。ファミリアは軍属が多いというこの砂漠世界で、一般人が神々と触れ合う機会は少ないはず。ましてや反射的に神への対抗手段を取れる者はそうそういないでしょう。あらかじめ教育を受けてきた者でもなければ。そのような教育を受けているとすれば、限られた商人ないし貴族か王族。何より最初に見た時に感じたわ。威風が違うと。それではアラム王子とは。男児ではなく女児。子宝に恵まれない王が王子として育てていた。そんなありきたりな話かしら。全然ありきたりじゃないですぞ。奴隷に落ちたのは軍の敗走中にでも味方とはぐれたか、あるいは自らの意思か。アラムという王子が王女だったと情報が出回ったら、今の情勢はどうなるのかしら。私を脅すつもりか。Oh my. ないわ。脅すつもりなんてかけらも。の。付け加えるなら、二つの国も今起こっている戦争にも興味はない。私が関心を抱いているのはあなただけ。あなたの本当の姿を見たかったから、からかっただけなの。御身の名は女神フレイヤで間違いないだろうか。ええ、何度も聞いているでしょう。ならば神フレイヤ、私を解放してほしい。奴隷から解放してくれたことは感謝している。本当に嘘ではない。しかし私はあなたが見抜いた通り、女であろうと王子を名乗る身。戻らなければならない場所があり、救わなければならない民がいる。あなたへの恩はいつか必ず返す。だからどうか私をシャルザードへ行かせてほしい。いいわよ。え？好きにすればと言ったの。聞きたかったことは聞けたし、どこかへ行こうというのなら止めはしない。もう奴隷の首輪も外れている。思う通りに動けばいいわ。私は霊足する人形が欲しくてあなたを買ったんじゃないもの。けれどあなたの言う恩は必ず返してもらうわ。感謝します。外の世界の女神よ。話は終わりね。ボフマン、この娘を部屋へ案内して。よろしいのですか。ええ、これでいいの。今夜はもう遅いし、泊まっていきなさい、アリー。
礼します。おやすみなさい。Well, well, well, the prince was actually the princess. I've seen that stuff before. Very interesting. So, that's half of the first part. So with that, I'm going to be ending this episode here. Thank you so much for watching. We'll see you guys next one. Where we will be, eloping? I guess? And finishing off the first part, and then we will go and do the second part. Oh yeah, before I forget. I haven't been logging into the game at all. This is in 3 days. Wait. It's literally a single pull? Oh, come on. God dang it. Any other gotchas? Yeah. Wait. Aww. Dang it, I was hoping Allie was the adventurer. Obviously not. So yeah, there is episode 52 to 55. Is this the end? I still do not know. 52 to 55, this is episode 48 right now. How many did it take to get to the end of 47? Renard, City of Lust, War Game, United, the God of Sun. So it took 46? 45. Yeah, no, 46. So it took 16 episodes to finish season 2. So yeah, there could still be a lot more left before it's fully done. So either way, till then, I will see you guys later so we can elope.